こんばんは、 AKB48 ハルピョンこと橋本春奈です。やっほー、こんばんは。どうもどうも。寒いっすね。冬ですか。冬ですね。こんばんは。やっほー、ね、寒いよね。冬してるわって感じながら生きてます。冬を生きてます。そう、今日はキティちゃん、かわいい。今日はちょっとだけ、今充電が 66% なんで、ちょっと充電したらカラオケをしようと思います。やった、嬉しいでしょう。久しぶりにちょっとだけ、ちょっとね、お昼寝した。お昼寝した。なんか寝ちゃったそう、30分ぐらいかな、休憩の時間にちょっと寝ました。ツッチーさん、マックミックさん、ソフトクリームありがとう。そうそう、早かったし、でももう眠いもう眠いです。明日も気持ち早い、遅くはない感じ。浩平さん、ハートありがとう。そうだから気持ち早起きって、でも今日よりは全然早くない。この通知音で起きた、もう義務ですね今日は TikTok も Twitter はやってないか、 TikTok もインスタのストーリーもインスタも更新したので、でメールも3通ぐらい送った確か。今日ちょっと SNS を動かした日、うん、フレピ、パーカー可愛すぎ。どこのブランド？これはキティちゃんです。どこのブランドのなんだろう、どこで買ったか覚えてないや。これもらったっけ？いや、これは買った気がする。可愛くて普通に。あ、もらったわ。これもらい物だ。買ってない。もらってる。思い出した。もらい物です。もらった人も思い出した。今。この服の色似合いすぎて。え、マジ？嬉しい。これ何なんだろう、ブルベ、イエベ、何ベ、何ベ、何モチベ上げサイズはね、これは何でしょう、フリーサイズとかかな、うん、GU。めっちゃ可愛い。伊藤桃がハルピョンにたくさん話しかけてもらったって喜んでました。嬉しい。何でだろう。ツイッター？メールかな。
あ、待って、なんかで同じやつなんかで見た、ウィバースかな、ウィバースで多分同じコメント見た。ちょっとそれ詳しくちょっとインスタの DM に送ってください。ちょっと今ね、今ショールームで言っちゃうと、そう、それがメールだった場合、いとももがさ、そう、いともものメール流出はダメなので、ちょっとインスタの DM で詳しく送って。ハルペン嬉しい、褒められるの、褒められるっていうか、そうやって言ってもらえるの嬉しい。そう、いとももと、まあまあまあ見てもらえれば分かります、なんで私がいとももにいっぱい喋ってたか。そう、休憩時間とかも、あと楽屋っていうか、その控え室がね、たまたま隣だったのよ。そうだからっていうのもちょっとあるかな。私たちの役柄って何も言われてないんですよね。私たちが何役で、何役っていうか、その役名じゃなくて、例えば通行人 A とかそういうのも言われてないんだよね。私がだから例えば言われてないんですよね、まだ。じゃあ言えないんだ、何も。楽しみにしてて、楽しみには別にあれだけどそう、役名はちょっと言っていいか分かんないから言ってない、うん、今日はまたたきちゃんのバースデーパーティーではないけど、おめでとうっていうのをしたんですね。そう、私あと1週間後に誕生日なんですけど、2週間後くらいかな、誕生日なんですけど、でも当日撮影ないんですよね。当日の撮影は残念ながらなくて、なので当日に会う皆さん、盛大に私のこと祝ってもらっていいですか。すいません、はい、当日に会う皆さん、私のこと盛大に祝ってください、お願いします。幕張で幕張でよろしく。今年で36ですか。だってそんなこと思ってても言っちゃダメなんだからね。説教するけど、怒るけど、12ですかならまだ許しますよ、年女だし。12ですか、いやいやいやみたいな、私はもう12歳はもう12年前に終わりましたよ、もうって言えるけど、今年で36ですか、怒るよ、さすがに、さすがにね、ちょっとイラッとしちゃうよね。なんかさ、今ここに高見さんのさ生写真あるんですけど、メイクに時代を感じる。まつげの束感とかないおもろすぎ。今見たよ、まつげの束感。今日も基本的には自メイクなのね。草って言ってんだけど、いやいやいや、あなたが言ったんですから。いやいや、あなた何歳、私より若かったら許す、今許さないけど、私より年いってたら怒る。まあ年いってなくても怒る、普通に。女性に年齢を聞いたりとかするのは良くないんですから、本当に。結構ショック嫌です。下げすんだめ。
俺は36だけど、この間握手会でハルピアに24に嬉しいでしょ。若く見積もられるのは嬉しくない？そう、いや別に男なら許されるって言ってるわけじゃなくて、普通に年齢聞くのは良くないよね。うん、そう、だって聞いてどうすんのってなるよね。自分からこう匂わせてたならいいですよ。あ、私もうすぐ誕生日なんですよみたいな、そうだったら、え、いくつになられるんですかって、まあ、聞いたら聞いたやん聞いたら聞いたやん。でも普通にこうやってさ人生生きててさ、もうすぐ36になるんですか、いやめっちゃムカつくよね。ごめん、ムカつくとか言っちゃダメ。めっちゃプンプンしちゃうよね。うん、こっちだって年齢隠して生きていきたいんだわ本当だよ。タバスコさん、ソフトクリーム中心さん、ハートありがとうございます。ムカつくとか言っちゃダメ、プンプンしちゃう。ずんちゃん、ずんちゃんのこの間のお話し会お隣だったんですけど、お、風と海とさん、クマソフトありがとうございます。そう、なんかずんちゃんの隣で聞いてたらすごいなんか、あ、優しいんだなっていうのがすごく伝わるお話し会、オンラインお話し会でなんか心が現れました。このクマってタワー？全然消えないタワーですか？こちら、こちらの方はタワーですか？あ、タワー、タワー、タワー、ありがとう、風と海とさん、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。タワーだった、タワーが立ったわ。46分、11時からカラオケします。11時までなんか喋ろう。なんか質問ありますか答えれる範囲、だ今日のさこととかも答えれる範囲がすごく限られているので、答えられる範囲でやったら答えます。いろんなこと、最近嬉しかったこと、今日はちょっと嫌な気持ちになった日なので、なんかいろんなね災難がすごく降りかかって、ちょっと今日は嫌な気持ちになった日なので、明日なんか嬉しかったことを今日の分も見つけられるように生きていきたいと思います。お弁当は何でしたか？お弁当はなんか魚の包み焼きみたいな、めっちゃ美味しかったです。見てほしい写真撮った。危ない、これ違う、これ魚の包み焼きとなんかグラタン、チーズなしグラタンみたいなやつでした。しっかりペロッと食べちゃった全部。これ早く見せたい、このこのまなかちゃん、めっちゃ早くみんなに見せたい。
待っててね、またいつか。いや見せられないです、まだ。てかこの間のさ波動の時に撮った TikTok、 ひゆかと撮った、やばいやばい、 HKT のこのなんかTikTok が流れてきちゃった。この間の波動の時の TikTok めっちゃさ漏れてる、うち顔、橋本顔漏れてる、嬉しい。これ漏れてる、私髪型も可愛かった。それね、今日はね、ミャオさんが公演に出てらっしゃったみたいです。ずっとずっと、またね、これから先もね、こうやって出るのかな、わからない。でも私はずっと出れないから無理。そう、悲しいです、早く出たい。なんかこうやってさ、なんかさプラス1曲やりますみたいな時に公演出れないの辛い。覚えなくていいっていうのはあるけどさ、覚えてでも出たいよね普通に。うん、サプライズも嬉しいが、誰かとは言わなくても事前におじいさんが来るくらいは知りたい。いやでもそしたらさ、なんかむずいよね。うん、サプライズだからいいんちゃう。そう、マレーシア行ってくるね。お願いだからマジで高見菜さんがさ、もし来られるってなった時はさ本当に出してほしい。本当に私一回もこれまで高見菜さんと一緒のステージでこう、いやそれは嘘だけど、こうな少人数でなんか大箱のコンサートとかではそうあるんですけど、本当に一回もないんですよ。この間のあの時も、いやもちろんね、その高見菜さん以外の先輩方と一緒に出れるっていうのはすごくすごく嬉しいし、すごくありがたいことだし、めちゃめちゃゆいさんのことも大好きだから、この間もゆいさんと一緒に出れてすごくね、あの少女たちよ、すごく一緒に出れて嬉しかったんですけど、やっぱ私の AKB に入った原点は高見菜さんだから、正直そう、本当にお願いしたい、マジで本当にお願いします、マジで本当に出たい、一緒に。オーテックさん、コバさん、ハートありがとうございます。まあ、出られるかね、わからないですし、もちろん、うん、こう高見菜さんが忙しかったりとかもう絶対あると思うから、そう、マジでお願いしたい、本当に。ゆきりんさん来られるのかな。めっちゃおもろない、いやいや早みたいな。戻ってくんの早ってなるよね。もしもね、そのこれから先どんどん続いていったとして、ゆきりんさんが来られてきたら、あれみたいな、5月あれみたいな、あれ。嬉しい。でも
それこそこの間イコラブさんのいみさんそののねあれライブに出てらっしゃったみたいだし、 AKB のライブにもぜひ早いけど、コバさんハートありがとう。メンバーは公演出ない人もおじいさん出演は知らされてますか？いや全く知らないです。はい、私は今日何で先に知ったかというと、ミャオさんのツイートで知りました。とあるところに向かってますみたいなツイート見て、えみたいな、もしやと思ってリプラン開いたら、劇場ですかってめっちゃリプランリプ来てて、でその直後ぐらいにスタッフさんから本日の僕の太陽公演のなんか僕の太陽公演のグループラインが動いて、本日の僕の太陽公演はみたいな、ミオさんが来られます遅くなってすいませんみたいな、そう、え怒られたんですかミオさん、そうなのそうなんだ、ちょっと今日見れてないからオンデマさん怒られちゃったんだ。別にね、その抽選前だから、抽選前だったらさ怒っていいと思うけどさ、別に抽選後だから別に怒られなくてもいいのにね。これがこう抽選というか、みんなのこのなんていうの、申し込み前とかだったらまあ怒ってもしょうがないと思うんですよ。その申し込みそれによってさ、やっぱさ変わってくるじゃん。でも別にねと思うけど、違うのか。だからそれが例えばあの時間じゃなかったらよかったのかな。もう公園入みんな入っちゃってる状態で7時半とかにツイートしたら、その公園に入ってる人は分かんないじゃない、知らないじゃない、だったらよかったのかな。したら怒られないのかな。ね、だって扉開けて王のリアクションが欲しいってことでしょ。じゃあね、それだったらオンデマで見てる人はサプライズ感、いやいやいや、オンデマの方の声はね、まあもちろん届いてますけど、届かないじゃないですか、届いてるけど届かないじゃないですかそう、メンバー一人一人には届いてるけど劇場全体には届かないから、私たちメンバーには届いてます。しっかり皆さんの頑張れっていう気持ちだったり、頑張れっていう声だったり、しっかりオンデマで見てる方の気持ちもしっかり届いてますけど劇場には響かない、そう、私たちの心には響いてます。ありがとう、なんか人間ってこんなにさ前向きっていうかになれるんだね。私だってさめちゃめちゃちょっとだけどね、でもめっちゃネガティブな人間だったじゃない橋本さんって。なんか急に変わったよね、ここ 2,3 ヶ月ぐらいで。すごい、いいことあったか、まあでも多分ゆきりんさんのおかげではあるかもしれない、正直本当に。最後にいろんな言葉を残してくださったゆきりんさんだけど、その中でも私はやっぱ一番響いたのは、まあ、自分に対してのコメントが一番響いたよ。もちろんオンデマさんでね、いっぱいもうあの僕対あれマジ家宝みたいな気持ちそうだけど、やっぱそのみんなに向けたメッセージの中で結構私の中で響いたのは、やっぱ
アイドルは元気とか笑顔を届けるお仕事というか存在だから、前を向いてる方がいいみたいな。そう、別にそこでその瞬間に、今この瞬間に花が咲かなくても自分が咲くタイミングで咲けばいいっていうのを、なんかすごく響きましてですねそう、ああそうだなって思って、結構なるべくポジティブに考えるようになりましたね。本当にドラマのあれもそうだけど、全然やっぱ今日こう体感した感じ、本当になんかみんなが期待してるよりもそう、みんなが期待してるよりも多分あのちびっちゃいんですし、あのボケボケだろうし、本当になんか髪型でハルピョンってわかるぐらいの感じなんですよ、今日撮った感じは。そうだけど私は今回のドラマでこう多くは求めないっていうのは決めてて、そのドラマの撮影の現場の雰囲気だったりとか、こうやってドラマって作られるんだとか、そう演技をするっていうの自体がまず初めてだった、その映像の中で演技をするっていうのが初めてだったりとかするし、あとは若い子たちがね今回多いじゃない、ヤギちゃん、秋山ちゃん、平田ちゃんとか、エリちゃん、橋本エリちゃんとか、それこそいとももが多分一番若いんだけど、そうなんかそういう子たちとの距離感をもうちょっと今よりこのゼロっていうか、こう何もまだまだ全然話したりとかしてない状態よりも少しはこう近づけたらなっていうのはすごく思ってて、この期間で別に何だろう、いっぱい映る、もちろんいっぱい映ってこうみんなにハルピョンだハルピョンだって思ってもらいたいけど、でも多分それは難しいかもしれないから、だからだったらそう多くは求めずに自分の中でこの現場この場所で学べることを学ぼうって、やっと23歳終わり際にやっと気づきましたそうアイドル10年、毎日配信5年、人生23年かかってやっと気づけたそう、うん、もちろんそりゃ私たちはそりゃその主人公たち4人を目標にこうオーディションを受けさせていただいてるわけなので、そりゃあね、その面他のなんて言うんだろう、いっぱいセリフがあるメンバーとかと比べるとやっぱあーって思う気持ちはめちゃめちゃあります。そうあーって、もっとなんか喋りたいな、もっと顔をドーンって映りたいなって思う気持ちはめちゃめちゃあるし、めちゃめちゃなんだろう、なんかすごい悔しいけれど、でもだとしてもまあ悔しいだけでこうじゃあ全何話なのかあんままだ分かんないけど、まあ、アニメって大体10話前後じゃないですか。悔しいっていう気持ちでじゃあ10話分ぐらい撮ったとするのと、悔しいけどじゃあここで吸収できるものを吸収できるように頑張ろうって思ってその現場にいるのとじゃあ絶対に全然違う気持ちで現場をいられると思うし、そう現場がねすごくねちょっとねなんかやっぱ時間とか今日雨だったっていうのもあったりとかするし、こう、ま、女の子が多い現場だし、こう
集団での撮影だからいろんなことがいろんなのが通らない、いろんな指示が通らなかったりとか、それこそやっぱ 日が落ちてきちゃったりとか、そうでこの教室その暗くなったり、シーンの感じが暗くなっちゃったりとかで、もともとすごいちょっと押しつつ始まっちゃったりっていうのもあって、やっぱスタッフさんとかもうちょっとだけね、そのなんかホワホワしたははみたいな感じじゃなくて、ちょっとだけピリみたいな空気だったのを、なんかできるだけこうほがほができるようにというか、こうカメラが回ってないところでなんかそれこそ今日はいとももに話しかけてみたりとかして、そうなんかそういう雰囲気を作るのも多分先輩の仕事だと思うので、そのセリフがね、なんて言うんだろう、あれな分逆に周りを見る余裕があるので、そうやって周りを見ながら今回のドラマで学べることだったりできる役割をしていきたいなっていう気持ちでいっぱいです。変わりましたね私、すごくマジですごい。何があったのいやもちろんズーン最悪沈むって時は沈んでますけど、でもこう思えるようになっただけですごい、マジで成長してる。どうした橋本、どうした、あごめんみんながさもう11時だよって、23時ですよって、時間だよって言って、もうみんな発表のいい話聞いてよと思いながらそうで、なんで発表のいい、こんなにいい話してんのになんでみんなそんなさって、なんか時間だよねえって発表いい話してんだから聞いてよって思いながらスルーしてました。11時ですって言ってる人たちのことそうカラオケ11時からカラオケするよって言ったから多分みんなは教えてくれたんだと思うんですけど、いい話してんだから聞いてよそう10人ぐらいいた、11時ですよって分かったって、触れてないってこと分かってるかいい話だったんだからちゃんと聞いてて、カラオケするからちゃんと。え何歌ってないっけ、この間この間からカラオケ、ララ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 ヒーの卒コン、ヒーの卒コン歌ってない、瞳卒業コンサートセットリスト、今日はじゃあそれでいきます。
この間イヤホン買ったからちょっとこれ使ってみるね。ちょっとどんぐらいあるかわかんないけど、セットリストの楽曲がカラオケの中に。そう、ピンク、かわいい感じ。カラオケ、なんだっけ、まず最初にキリキリか。涙の、なんか変。やめよう、このイヤホン100均だからかな。ちょっと待って、これカラオケだからこんな感じってことかな。なんかさ、なんか変だったよね、音ギーみたいな。ちょっと一回こっちで YouTube 聞いてみる。別に YouTube じゃなくてもいいんだけど、 Apple Music にしよう。あ、ほらダメじゃん。え、イヤホン繋がってるよね。繋げてくんないんだけど。待って、終わった、イヤホン終わった。え、こないだ買ったばっかり。え、どっちが悪いんだろう、こっちが悪いのかな。え、ちょっと待って、イヤホンとは、え、ちょっと待ってられる、ちょっと待ってて、あの別のライトニングが使えるイヤホン持ってくる。確かそれはあるはず。こいつも壊れてるかも。え、結構ショックなんだけど、こいつ壊れてんの。いや、ちょっと買い直そう。あ、うん、この C につながるこいつ。
に繋がるイヤホンちゃんと、いやでもちょっと私原因わかるんだよね。この間これとこれ選択しただからかも。なんかないなと思ってたら洗濯機から出てきたそうだからだと思うなんでだろうとか言って100均だからかないやなんかポケに入ってたんだと思う多分なんでだろう100均だからかないやすいません、あのとりあえず USB じゃないや、あのこのライトニングのイヤホンあるんで。もう一回最初から行こう。なんだっけ、何だ、ごめんなさい。選択しました。すいません。この間イヤホン買ったばっかりだったのに悔しい。最後の最後までいい人でいたい。もう面白すぎる。優しいふりしてる自分を追っているいつよか彼女とは本当に何もなかったと否定しても言い訳をしてるみたいで面倒な信じられなくなったらおしまいだそうだろうギリギリマジおもろい。自分のさっきの迫真の演技、演技できるんだって。うちいや演技なわけじゃないけど、別に選択したってこと忘れてた最初は違ったよ、眼差しに甘えてた、愛してくれたこと誰かのせいはで、やばい、選択のせいにしてる。別れの時きっと待って、今どこ消えてる。なぜ君は感情的に僕のこと喧嘩できなくなったら他人だろう。悲しいね、危ない、泣いちゃえば楽なのに頑張って耐えている。涙一つが溢れたら絶対溜まってた、そう全てとどめたら僕を溢れ出すだけど、僕には目の前の君の OS を止めるすぐとか墓地とかも幸せてない、無力な男、後悔は表面張力待ってちょっと洗濯機につぼりすぎておもろい。ごめんて、人のせい、人のせいにはしてないけどギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダムが崩壊する。君は少しずつ溜まってる、その胸の悲しみが濡れた瞳に溢れそうで、瞬きさえもできないくらい息を呑みたら見つめ合って動けなかった。愛とは表面張力、
チャ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 チえ、ヒーの卒コンって歌ってないよね、一個も。え、多分歌ってないと思うから歌ってんだけどさ、歌ってたらごめん、本当に。多分歌ってないはずなんだけどな。いやでも歌った記憶もあるんだよね。包帯対応している私の手首は恋した数だけ印がある。昨日言った言葉を今日覚えているとは限らない。気の抜けたコーラは一度別れた男とのキスみたいな味がする。ねえ、喧嘩するなら高架線の下で電車が通った時にしようよ。なんて咲いてペラペラ喋りすぎて自分のことが嫌いになる。こう見えてあの頃はね、無口だったんだよ。だらしない愛し方で自分を傷つけた。どうでもいいプライドのせいで、だらしない許し方で今でも生きている。後悔なんて無縁でごめん。マークンさん、トラック野郎さん、長月さん、音符ありがとう。サウロンさん、ハート、ソフトクリームありがとう。T シャツを脱げないちぶさに残した別れた男の未練のキスマーク。いつか見た夢の続きはもう打ち切りらしい。ベッドに寝転がった時に見える天井の模様に何か意味はあるのかな。そう、土砂降りの雨にずぶ濡れになる機会を待っているんだ。一人つぶやく世の中面倒だから、他人のことは無視しようか。いつだって自分勝手で死んだっていいんだ。だらしない別れ方で誰かが呆れてる。思いつきの感情のせいで情けない悔やみ方で生涯負け犬だ。それでも愛に舌打ちしてる。時兄さん、長月さん、本当ありがとう。誰かミラーボール、スーさんミラーボール2つありがとうございます。イエイケイさん、音符ありがとうございます。スーさん、ハートありがとう。感動、ありがとう嬉しい。だらしない愛し方、ごめんなさい、自分を傷つけた。どうでもいいプライドのせいで、だらしない忘れ方で余計に落ちてゆく。まうしそいもあたしの人生。夜ご飯出てくるかと思った嘘です、そんなこと言っちゃいけません。アイドルが、かーひろさん、鉄のネイトさん、ハートありがとう。スーさん、音符ありがとう。ひだやもちさん、音符ありがとう。楽しい、久しぶりにカラオケやってる今。この曲はね、結構もう3回ぐらい踊ってるからね、私覚えてますよ。
振り付けとか。次の曲ノーウェイマンはこのひーちゃんの卒コンバージョンだったんで、もう覚えてない。そう、振り付けなんかむずかった、むずかった。ノー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 ウェイマン、振り変わったっていうか、この時だけ。ノー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 ウェイマン、絶対に無理だって世界中の人に言われたわ。おおわむず、何気ない言葉に何度も何度も傷ついて、でもその度に僕は強くなっていた。ひと言だから簡単に決めつけるわ。おおわ届かないくらいにそんなに高い場所なのか。誰もが諦める夢の上の上、まさかなんて。ノーウェイマン、ノーウェイマン、よくあるだろ。ノーウェイマン、ノーウェイマン、へへへへへ、ありえないことで片付けたくない。何を信じればいいんだ、他にくれるならか、もう根拠なんていらない、思い込みで構わない。何かにすがってすがって、オーラーベイベー、オー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 ベイベー、間違いだって気にしない、ひたすら進むんだ。いいとか悪いとかまとめてやってみなきゃわからない。死んでもいいよいいよ、どうかベイベー、オー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 ベイベー、ロンロンレオーオーオーオーロンレ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 。もう忘れた。人生は自分で変えなきゃそのまま続く。 I think so Oh I think so、 何もやらなきゃ流されていくだけ。その歌を大勢の群れ溺れてる。運命はいつだって下書きでしかないんだ。 You think so Oh you think so、 可能性なんて言い訳の予防線だろう。ゼロでも奇跡はあるさ。 Rainy day, rainy day, 投げ出すじゃない。 Rainy day, rainy day, 最後最後まで。 Rainy day, rainy day, hey 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 hey、 晩狂わせだって起こりうるんだ。明日を信じていくんだ、今日は終わりにしよう。正解なんてわからない、答え合わせ意がない。勝手に生きて生きてくだけ。My life, my life、 静寂の水面には石を投げてみればいい。出て一応はないか退屈で波紋を期待しよう。そこから始まる始まるストーリー。 My life、 マジで忘れた。 My life、 どんな振りだっけ。この振りはアウトオブの17期なんか昇格企画みたいなので、そう出てらっしゃったダンスの先生ルーさんがそう作ってくださった。レオシャなんてきっと面白くないだろう。ブルーオーシャこそがこれから目指す場所。何を求めればいいんだ、こんな逆風の中、もみくだなんかいらない、孤独を愛すだけ。誰にも合わさず合わさず You can baby。 お、思い出した。何を信じればいいんだ、深い暗闇の中、もう根拠なんかいらない、思い込みで構わない。何かにすがってすがって Oh baby baby、 間違いだって気にしない、ひたすら進むんだ。いいとか悪いとかまとめてやってみなきゃわからない。死んでもいいよいいよ、どうか baby、 oh 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 baby、 ロンロンレ、 oh 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 ロンロンレ。
大変マジカルバナナちゃん、鉄道のエイトさん、長月さん、音符ありがとう、梅さん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 、ハートありがとう、七田さん、マー君さん、音符ありがとう、トラックエローさん、鉄道のエイトさん、バッテンはしめさん、音符ありがとう。もう忘れちゃいましたね、この振り。なんか知らない振り、その知ってる振りがあるのに、そのね、同じ振りで別の、同じ曲で別の振りがあると、なんかおーってなっちゃうんですよね。そう、だから難しかった。でもなんか踊ってんなっていう感じの曲だから、曲っていうかダンスだったから私はすごく好きでしたね。でも難かったけどねだからだからだから何何だから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 何だからだからだからこんなとこで鉢合わせるなんてちょっと待って勘弁、今になってなんでぎこちなくなるんだ、まるでこれじゃみりんたらたらだね、かっこ悪すぎじゃん、無視するわけにもいかなくて元気だったか、みりんたらたらって言っちゃった君の肩なれなれしく抱いてるのは誰だ、元カノっていつまで返却可能、だからなんだって言うんじゃなくてそんなこともあるよなってことで意外に忘れてないもんだね、わだかまり、だからこうだって言いたいけれど何を今更語ったとこで二人の家庭報告完了、昔話、どこのドイツだって書けないじゃない、君が俺以外とそれなりに幸せだったら、どうぞお構いなく、間違えた、テミハヒューフィーナ最高の元カレです、だからだからだから別れてから誰とキスしようがあっそうって感じ、当然そんなやつなんかいけてるわけない、嫌いごと言ってもしょうがないし、なんかムカつくね、いつから付き合い始めたんだ聞いてないよ、だからだからだからそれなのにすがすがしく頬笑みかけるなよ、今彼と元彼はどんな関係、そんな小さな器でどうする、だけど自分に嘘はつけないし早く別れちまえて思った自己ちゃんさ、もしもなんかを考えたってどうせ叶わぬ願いで終わる、きっと今でも愛してるんだどうかしてる、誰にだって過ちはある、あの頃の俺は分かっていなかったよ、やっぱもう一度やり直さない、 Let's go by if we can、 お父さんやもういいんじゃない、すごいなんかダンスしてそうじゃない、フードかぶってるとしてないです。かひろさん音符ありがとう、ヨッシーさんハートありがとう、七田さん音符ありがとう、殴り合って決めようか恋の着地点、俺から言い出せばたん引きするよね、それを言ったって言わなく打ったって一度聞かされた君の朝、 You are my buffer のさりげなくすれ違って一人ごとだよ、だからなんだって話じゃなくてそんなこともあるよなってことで意外に忘れてないもんだね、わだかまり、だからこうだって言いたいけれど何を今更語ったとこで二人の家庭報告完了、昔話、どこもドイツだって書けないじゃない、君が俺以外とそれなりに幸せだったら、どうぞそのままのお構いなく、 Tell me howユーフィーナー最高の元彼です、だからだからだから何何だから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 何だからだからだから、懐かしい、アイコレフェスみたいなやつでセンターでやった記憶。マー君さん音符、トラックエローさん音符、ヨッシーさんハートありがとうございます、情報技術研さんハートありがとうございます、スーさんサイリウム、長月さん音符ありがとう、みりんたらたらマジおもろい、ごめんって間違えちゃったマーチャさんサイリウムありがとう、
トリウーさん、赤だるま、ありがとう。みりんたらたら誰かっこ悪すぎじゃん。みりんたらたらはちょっとかっこ悪いかもしんない。私がどうしても君が好きだでハケたの気づいた？そうちょっとね、16人曲でゆいゆいがね先発だったから、そうこの曲はゆいゆいがやるよってことで、私はこの次の曲出れなかったんですけど、気づいてたかなみんな、私がいないって。踊れないわけじゃないんですよ。ゆったんさん、ハートありがとう。踊れますし踊れますし、全然。なんならエイトのファイナルコンで踊ったし、ミーヨンさんのポジで。君がいるとぎこちなくなってしまうよね。僕は僕じゃなくなって自己嫌悪に陥ってしまうんだ。白いシャツがなぜかいつもより眩しく見えて、逃げ出したくなるよ。恋はいつでもある日突然、心の中で鳴る警報器みたいに、目の前の愛しい立ち止まることしかできないのか。踏切の向こうの君に向かって、ずっと言いたかった僕の想いを、通り過ぎる電車にかき消されたって、君に届くと信じている。どうしても君が好きだ。わわわわわわ、もし君と出会わずに生きていたらどこを歩いてるだろう。僕はもっと僕らしく何も縛られず自由でいられたのか。誰にだってなんだって言えるよな。飾ることのないT シャツでいたいな。踏切を渡ろうとしていたら遮断機が降りてきて、これ以上君に近づけそうにないんだ。そこにいるのに何にも気づかない、君の名前で風に乗ってきっと聞こえる。車両に遮られたって、僕の言葉を届けたいよ。いつだって君が好きだ。一条実体さん、音符鉄道の駅さん、ハート、哲也さん、ミラーボール長月さん、ハート、マークミックさん、ハート、スピーナさん、48さん、音符マークンさん、マックミックさん、ハートありがとう。マルティさん、ハート、トラキヤローさん、音符ありがとう。踏切の向こうの君に向かって、ずっと言いたかった僕の想いを、通り過ぎる電車にかき消されたって、君に届くと信じている。好きになるってその衝動は、何億分の一くらいの心の中の遮断機が上がって、君に会えたら伝えよう。ねえ、僕らが今生きている間にいくつの踏切を待つのだろう。絶対自分の言いたいことはどこの場所からでもいい。叫べ叫べ。
マジあの時のヒー可愛かった。メガホンに向かってラボーナさん、熊高さん、ソフトクリーム梅さん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 、マロさん、ハート、長月さん、ミラーボール、カズくんさん、一条寺ヒカルさん、オープンありがとう。叫べー、武道館だっけ。マジで可愛かった。ヒーの声って本当に可愛い、羨ましい。さ、ユニットでございます。続きまして、ここからユニットが続きます。マジでこの曲大好き。うちのカラオケのお箱だった。昔昔ね、その昔。はじめはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた、聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけだったのか、入り口を思い出せないのよ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。ダッケロさん、オンク、マサムネさん、オンク、カズくんさん、オンク、ありがとう。長月さん、ハート、ありがとう。全然かっこよくないの、周りの友達はみんなどこがいいのって呆れているけど、今までいなかったような純粋な目をした人、私の中に免疫なかったのね。何がどうしちゃったんだろう。私気づいたらメール待ってたり、ラブソングを聞きながら泣いていたり、女の子の上の空秒を。ハート型ウイルスは性格を変えちゃうみたい。あなたに熱上げてゆく、息苦しくなるの。頭ぼっとしてしまって、愛の意味も気づかなかった。タラケロさん、ミラーボール、タッキーさん、ミラーボール、ありがとう。長月さん、川平さん、ハート、ありがとう。高間顔さん、イルファンさん、音符、ありがとう。マークンさん、ハート、ありがとう。セリフは言わないという私高間顔さん、音符、ありがとうございます。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。何も手につかないくらい。ありがとう。たけるさん、音符、たかまごさん、さゆうのくまてかさん、ハート、くじくんさん、ハート、ありがとうございます。長月さん、ハート、ありがとう。鉄道の人さん、かずくんさん、ハート、サリウム、マークンさん、ありがとうございます。そう、この曲めっちゃ大好き。セリフ言わないのはありえないやり直し？え？
タムタムさん、アイス食べてありがとう。食べたいアイス。なんかサーティワンでおもろいことやってるってママが言ってた。これね、実は横道ゆりの卒業の時にやる、なんか3人でやるみたいな話になってたけど結局やんなかったやつ卒業だっけ、静岡コンサートだっけ、忘れた。風色バスって君を待っていたって、絶対来ないと分かっていた僕さ、小高い丘の上、忘れ物のようなベンチ、帽子が飛ばされて、あれからずっと探してた。奇跡は間に合わないだろう、愛しさはいつだってせっかちなものさ。さん、X73 さん、ハートありがとう。タッキーさん、サイリウムありがとう。ときめく理由が急にスピード上げて、心のカーブを近づいてきたんだ。緑の木々たちに見つめられて妙なようで、なんだか落ち着かない。二人が恋する確率、奇跡は間に合わないだろう、純愛はそんなうまくゆかないものさ。最終バスに乗れなくてもいつまでもここで待つ僕だけ恋人。キュンデスおじさんさん、ハートありがとう。長月さん、ハートありがとう。マックルクさん、ハートありがとう。マークルさん、結婚してごめんなさいギフト投げて謝られる花火好きさん、マックルクさん、ハートありがとう。バンボシさん、トスケマさん、本当ありがとう。奇跡は間に合わないだろう、愛しさはいつだってせっかちなものさ。バスを何台やり過ごせば運命が追いつくの、未来の恋人。キュンデスさん、いつもよりも、そうだ、フードかぶってるからいつもより頭大きいからちょっとプチって言っちゃった、危ね。サトシかぶりしよう。サトシかぶり。ポケットモンスター、サトシ。ポケモン、ゲットだぜ。ちょっとダサい、やめよう。鉄の市様、くんさん、ハートありがとうございます。え、次で終わりかも。うちのあれ、え、ないかも。わ、この曲ないかも。あれだから、劇場曲だからないかも。私のユニットない、ごめん、ない、エンドロールないです。ありがとう、今日までありがとう。思い出以上もないんだよね、確か B のやつの時に、なんかないやんって言ってた気がする。
抱きしめられたらなさそう。あるんだ。なんで？思い出以上はね、 B の時になかった記憶。エンドロールなかった。いやもうあとね10分しかない。唇の上に残るよ。遠い花火見えないのに音だけ聞こえる。胸の奥に打ち上がったあなたのすべて。愛しい抱きしめられたら一瞬で燃えて灰になってしまうよ。このまま私が消えたってそれでも構わない。あなたに触れずに化石になるよりいっそ。やばい、今からお風呂入って明日の朝何時に起きんだ。あ、そんな優しくなぜ微笑んでるの。あ、さっきから何も話をしてくれない人。どれだけ時をそう待つつもりなの。立ち上がりその手伸ばしてくれればいいのに。今日のために着替えてきたお気に入りの服、どこに脱げば肌…間違えた私は羽を広げて抱きしめられたら輝きながら灰になるのでしょうか。生まれて今日まで生きたこと後悔しないから。大事な何かを守っているよりいっそ。ちょっと毎曲歌うわ。マー君さん、オープンのグッキーさん、ハートありがとうございます。エンドランチャルさん、ありがとうさん、ソフトクリーム、エドランドさんかな。ドラッグ野郎さん、マー君さん、音符ありがとう。ポチトさん、ソフトクリームありがとう。低いソファー並びながら体もたれて愛の重さ感じるはず。私のすべて両手で抱きしめられたら一瞬で燃えて灰になってしまうよ。このまま私が消えたってそれでも構わない。あなたに触れずに化石になるよりいっそ。
ク野郎さん、鴨志田さん、音符ありがとう。長月さん、ハートありがとう。ちょっとね、このなんかしっとりしんみりの曲で終わるのはちょっと寂しいので、ちょっと一曲今すぐ歌えばあと一曲歌える。でも次の曲も しっとり系だわ。あんのかな、これなさそう。でもシーズゴーン、しっとり系ではないけど、シーズゴーンってだってないないよね多分。なさそう、ないので、あ、次の曲もしっとり系だわ。なんかでも私この曲好きなので最後これで終わります。あれ、俺大好きこの曲。この涙を君に捧ぐ、これめっちゃ好きなんですよ。いつかの願いは土の中で眠って、約束の時刻に希望の芽が出るんだ。二人が出会った頃、夢などまだ種だった。どれくらい時が過ぎ、花は咲くのだろう。この涙を君に捧ぐ、もっと君が輝くなら、ずっと見守ってた沈黙の空から、今僕は雨になろう。大好き、小さな幸せ、見上げていた太陽を期待に膨らむ、あの未来がつぼみ、あれ、心が乾いた時、誰かの愛を求めた。悲しみの風が吹き、花が枯れる日まで、この涙を君に捧ぐ。たとえ君が気づかなくても、寒い日が長くて、なんとなく懐かしい、そう僕は雨になろう。くるった、マックビックさん、しげさん、ハートありがとう。音符哲也さんありがとう。長月さん、ハートありがとう。マルビさん、ハートありがとう。スーさん、音符ありがとう。まぶたを閉じて、目尻から流れ落ちた熱いもの、あの空へと登って、浮かんでみる、愛に変われ。この涙を君に捧ぐ、もっと君が輝くなら、ずっと見守ってた沈黙の空から、今僕は雨になろう。ああ君に捧ぐ、こんな僕にできることは、君の虚しさを少しでも癒すこと、さあ僕は雨になろう。すいません、ちょっと今明日の仕事の詳細見てた。大事、今来たから。哲也さん、トラピアノさん、スーさん、音符ありがとうございます。
もうちょっと握手会買いましとく。え、嬉しい。待ってるね。めっちゃこの曲大好きなんですよね。そう、チームエイトの公演で歌わせていただいてて、そう、なんかちょっと歌詞ボロボロだった。マクビックさん、シゲさん、ハートありがとうございます。ディーバさん、音符ありがとう。ということで、それでは最後にランキングを読みます。ありがとう。今日はカラオケ、あの洗濯機、イヤホンは洗濯機に入れないように気をつけましょう。ブロンコさん、ハートありがとう。待って、やばい、ランキング、1位カセットミートさん、タワーありがとう。2位タラクヤロアトグリさん、3位スーさん、4位鉄矢ハルピョン大大大好きさん、5位長月さん、6位ハルピョン永遠の下鉄道ネイトさん、7位マックミックさん、8位タカマガオさん、9位バンボシさん、10位サプライズレバーさん、11位コバさん、12位タッキーさん、13位マークンさん、ありがとうございます。ということで、はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。キャム島のラビットジャンプで皆さんにきっと期待がお届けしちゃうタイム、現象新ハルピョンこと橋本アルナでした。久しぶりに駆け足でのランキング発表とキャッチフレーズでしたが、皆さん、そしてカラオケ配信もありがとうございました。明日朝早くちょっと起きます。頑張りましょう。あー、それではおやすみなさい。またね、ハート、バイバイ、おやすみバイバイ、ありがとう。